はい、皆さんこんにちは、エルカチャンネルのシャーです。ですね、今日はこちら今、ファミマで売ってあるチョコミントパンケーキです。で、なんでこれかっていうと、ですね、今これが、衝撃的にまずいと話題になっています。で、まあ、僕もあのネットの記事を見てからあの言ってるんですけど、まあ、とりあえず開けてみましょうか。あ、ミントの香りがプンプンしますよ、これすごい。あ、いや、あ、いや、開け方が汚い。ん？ん？はい、じゃあこれですね。で、ちょっと割ってみましょうか。チョコが出てきて、まあチョコミントですね。何がそんなあれなんですかね、衝撃的にまずいか。まあいいか、食べてみますね。あれ、わかった。これはチョコミントが悪いわけでもなく、パンケーキが悪いわけでもないんです。相性が悪いんだ、この2つの。あれ、チョコミントが冷たくないから、なんかぬるい感じだし、それにパンケーキのしっとり感があってまずくはないんだけど美味しくもない。なんでこれあの冷やしてから食べた方が美味しいかもしれない。多分このまんま食べようじゃ多分次は誰も多分次買おうっていう気にはならないんじゃないかな。あー、なるほどね。これは冷やして食べてみてください。ということで、僕もこのまんまでだったら多分次は買わない。だったらアイスの方買うかも。ということで、まあこれは食べてしまいますけど、まあそういうことで、また今度です。それでは。